mind if I knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. さあ、何ヶ月前でしょうか。この絵覚えてますでしょうか。こちら江ノ島になるんですけれども、ついに江ノ島サウナが完成いたしました。こちら。あれから何ヶ月経ったんでしょうか。ご覧ください。江ノ島サウナでございます。ちょっと中入ってみましょう。こんにちは。お久しぶりです。ついにサウナ完成しました。めちゃくちゃいい感じになってますね。そうですね。かなり時間かかっちゃったんですけど。そう、ソータさん、はい、なんかもうだいぶサウナに馴染んでますね。なんか。あ、本当ですか、はい。ありがとうございます。数ヶ月前となんか風貌かこんな感じでしたっけ？でも髪がかなり伸びちゃったんで。ちょっとじゃあ、そんなに合わせて。なるほどね。はい。じゃあちょっと施設を紹介していきますんで、はい、はい。お願いします。で、入ってすぐにこのカウンター、前なかったですもんね、これね。この、あ、喋って大丈夫です。すいません。これ前なかったです。前なかったですね。すっごいいい感じの色で。で、あの、江ノ島サウナのインスタグラムとか、あの、フリー Wi-Fi ももちろんあるっていうことで、まあ、ここでパソコンで作業したりするのもできるっていう。そうですね。あと、お支払いとかはもう、あの、電子決済とか、クレジットとかが、まあ、大体ほとんどいけるみたいな。PayPay とかもいける。はい。いいですね、この。ロゴがね。ありがとうございます。で、ソータさんがここに普段いらっしゃるということで。そうですね。いや、いいですね。で、こちらが入ってすぐのこのフリースペースみたいな感じで、まあ、ソファーが2台あって、まあ、ここでそのパソコンやったりとか、はい、で今後ここにあのホワイトボードみたいなものをつけて、あの研修したりする人とかはあのこちらで書いていただく、あの椅子とか移動して大丈夫なんで、あの利用される方で、こちらでホワイトボード使って、でプロジェクターも導入予定なので、まあ、ここに座りながらあの研修などで使っていただくこともできるという感じですね。でもちろんサウナ上がってきた人がここでくつろいだりすることもできるということですね。はい、はい、じゃこちらが、なんでしょう、リビングみたいな感じですかね。そうですね。あ、サーフボードなんかもある。サーフボード置いていいんですか。置いて大丈夫です。あ、サーフボードも置けると。はい、なるほど。サーフィン終わりに。あ、サーフィン終わりも、ね、そうです。サウナ入りつついいですね。やってもらえれば。ついにこちらがサウナ室でしょうか。そうですね。ちょっと入ってみてみます。うおー、これはあ、もうすごいいい匂いしますね。そうですね、もうストーブつけてるんで。3台このインフィニティチェアが並んでいて、でこちらで着替えなんかする感じですかね。そうですね。ここにまあコートとかかけて、まあ、4名までなんで、ここに着替えなど置いてもらって、はい、飲み物とかをこちらに冷やしておけるみたいな感じで、でこちらがそのロウリュの、そうです、 あれですかね。私の方で準備してお出しするので。いいですねこれね。はい、月替わりで定期的に匂いを変えていきます。なるほど。はい、すっごいいい匂いしますね。ここだったら整いスペースっていうことですね。そうですね。じゃあこちらに、もうこちらが ついに完成、あの3ヶ月前押し入れだったところですから。そうですね。これすごいですよね。ついに僕ら覚えてますけど、はい、大変でしたからね。うわ、素晴らしい。これちょっと後で入ろうと思うんですけども、これなんか新しいやつなんですよね。そうです、フィンランドから取り寄せて。なんかちょうど僕らが取り寄せた時に日本に初めて入ってきたみたいな勢いだったよ。そうです。さあ、もうすごいいい感じにあったもってるんですけど、まあ、窓があって整いスペースが見えたりとかで、僕これ知らなかったんですけど、これなんか何でしたっけ、ビヒタです。ビヒタっていうやつでロウリュしてその蒸気をこうやってやるやつなの。そうすると森の香りが広がって、あの先日僕とゴリラで来たんですけど、その時誰も使い方わからずタオルで、ね、仰ぎ合ってました。まあ4人で入ってっていうスペースですね。めちゃくちゃあったかさいいです ね、 ですね。ありがとうございます。はい、でこちらなんですけれども、あ、ここにあれですね、あの何ですかこれ、あの化粧洗面台みたいな。そうですね、化粧スペースです、ね。まあ、女性とかここで髪乾かしたりなんか化粧水塗ったりする人はこちらでやることができるっていう感じですね、はい、おしゃれですね。そしてこれですね、
和の水風呂と言われている。そうです、水温が10度です。一回入ったんですけどすっごい冷たいんですよ。そうなんですよ。いやこれいいですね。ここに入る前にまずこっちにあのシャワー室があるんですよね。そうですね、2台あるので。はい、2台あって、まああの向こうでサウナ浴びてきたら一旦こちらに入って、まあ水シャワーとかなんか流していただいて、はい、でこちらにバーンと入ると。そうです、素晴らしい。こんな感じになってるわけですね。ここは貸し切りスペースということで。はい、はい、じゃあちょっとこれはね後ほど入ってみたいと思います。はい、ということで1階エリアがこんな感じになっていて、上があれですね、民泊エリアみたいな。そうです、宿泊できるスペースになってます。ちょっと行ってみましょう。はい、上はそんなには変わって、あ、ちょっと変わったのか、前と少しだけですね。はい、おお、なるほど。こんな感じで、まあ独立洗面台というか、独立しないか、洗面台があって、まあこちらに座ってあの、そうですね、準備とかして、はい、でこちらに部屋があるということですね。こちら2人部屋。はい、で前と変わったのが、前は一棟貸しみたいな感じだったんですけど、ここの2人で1部屋みたいな感じになったということですね。そうです、なるほど。でここでがこう閉められてっていう。はい、こちらが4人部屋ですね。4人部屋です。すごい広いですね。ここで1部屋になっていると。そうですね、なるほど。あ、でこちらが海が見えますね。すごい今日はいい天気ですね。見えますね、今日かなり海が見える。でここが最後の部屋ですね。はい、和室ですね。おお、あ、このなんか半畳畳みたいなやつになって、そうですね。あ、ですごいこうオーシャンビューがあるような感じで、はい、この部屋が一番景色はいいです。なるほど。でここであの作業したり、でこのスペースはあの4人まで泊まれるんですよね。そうです、4人までです、ね、でここにトイレもついてて、はい、で宿泊者がいない時はサウナ上がった人はここで、そうです、くつろいでもらえるしても大丈夫、はい、フリースペースになってますね。はあ、なるほど。いやこれめちゃめちゃいいですね、サウナに入った後で、はい、まあ、上でゴロゴロしながらドリンク飲んでもらったりとか。なるほど、はい、いや素晴らしいですね。じゃあちょっとね、せっかく来たんでサウナがどんな感じかちょっと入ってみたいと思います。はい、どうぞ。はい、それでは今からサウナに入ってみたいと思います。おお、はい、今入りました。めちゃくちゃいい感じです。そしてこの江ノ島サウナのオリジナルハット、こちらを被らせていただきます。はい、こんな感じで非常にちょうどいい、今温度が91度ぐらいになっております。なんかスウェーデン式なので最大で90ちょっとぐらいの温度になるようになっていて、なんかこうめちゃくちゃ暑って感じじゃないんですけど、すっごいいい感じの温まり方です。ちょっとこれでね10分ぐらい入ってみたいと思います。はい、今、入ってからですね10分ちょっと経ったんですけれども、見た感じこうしっかり汗が出てきました。で僕初めてあのサウナハット使ったんですけど、なんかこれで頭が守られてるからか、なんかいつもよりこう余裕がある感じっていうのと、まあ、江ノ島サウナって結構こうじんわり温まってくる優しいあったかさなんで、なんかこれ本当にこう仲間と来た時にこう会話が弾むなっていう風に感じましたね。こうここで入りながら本音の会話っていうか仲間とこうできてっていうのがすごくいいなって感じましたね。はい、あともう 3,4 分入ってから水風呂行きたいと思います。それではだいぶ温まったんで水風呂に行きたいと思います。冷え冷えやないかい。はい、水風呂行きたいと思います。めちゃくちゃ冷たいです。整いたいと思います。完全に整いました。これ他のサウナも入ったことももちろんあるんですけど、これちょっと
なんでかわかんないですけど、めちゃくちゃ整いますね。これ自分の施設だからとかではなくて、ちょっと一回皆さんちょっとぜひ入ってもらいたいです。なんか水風呂が冷たすぎるのか、サウナがなんかじっくり温めるからなのかわかんないんですけど、めちゃくちゃ整いますね。ちょっとぜひ皆さん一回入ってみてください。ちょっともう一回サウナに入りたいと思います。今度はちょっとこっち側に入ってみます。いや、このね、じんわり温まる感じがですね、こう芯まで温まって、で、あの激冷たい水風呂に入ってですね、そこのインフィニティチェアに行くんですけど、非常に整いますね。しびれますね。ちょっとこれはぜひ皆さん体験していただきたいです。はい、江ノ島サウナのですね、料金なんですけれども、1名様、2名様、3名様、4名様、最大4名から一緒に入れるんですけど、まあ、値段こちらに載せておきます。完全予約制となっておりますので、ホームページの方から申し込んでいただいて、ぜひ体験してみてください。15分ぐらい入ったんで出たいと思います。いやー、入ってきました。すいません、コーヒー。あ、最高っすね、サイダー。いやー、ちょっとなんかちょっとじわじわ温まるタイプのサウナなんですか。そうですね、フィンランド式サウナがそもそも60度とか70度でロウリュを楽しみながら長い時間入るっていうのがコンセプトというか、それでだからじっくり温まって、で水風呂がめっちゃ冷たいから。そうなんですよ、もうフィンランドぐらい寒い。あ、なるほどね。だ、本場っぽくなっちゃってんだ。そうですね。いや、これはちょっとぜひ皆さん体験してもらいたいですね、はい、来てください。で、ここのスペースでね、こんな終わった後喋ったりとかできるっていうことで。そうですね、まあ、パソコンもいじれるし。そうですね、はい、もうオープンしちゃうんですよね。17からやっとオープンして、で、サウナも民泊もできるということで、はい、ホームページを概要欄に貼っときますんで、ぜひ皆さんそこからサウナの予約をして、75分と90分があって、そうですね、はい、でそれで予約していただいて、そのまま来たらソータくんがいると、はい、優しい人なんで後半まで来てください。お願いします。いや、これほんまに自信持っておすすめするサービスなんで、ぜひ皆さん来てください。ありがとうございます。楽しみに待ってます。はい、それではまた。